はい、今回はですね、みんなの銀行についてちょっとお話しようかと思うんですけども、まあ銀行の口座がね、何かしらの理由でできない方も、この福岡フィナンシャルグループの作っているアプリみんなの銀行ではですね、口座ができましたって方がね、まあほとんどでございました。今のところ、これできなかったよって方は一例も私の方に報告されてないんですよ。まあでもね、誤解しないでいただきたいんですけども、相当状況が悪い方でできない方がこれから出てくるかもしれません。まあでもね、銀行の口座をどうしてもアプリの中に持ちたいとか、クレジットカードが作れないって方にも、ぜひね、聞いていただきたいんですよ。みんなの銀行っていうのは実はですね、まあ銀行アプリなんですよ、普通の。お金の出し入れをして、銀行口座をこのスマホの中に作っていける、ほんと普通の銀行と同じように使えます。プラスですね、JCB のデビットカードが搭載されるんですよ。ということはどういうことかっていうと、クレジットカードではないんだけども、クレジットカードの引き落としが必要な時にデビットカードで使える、そんな例があります。まあですので、このデビットカード、みんなの銀行の中に、溜まっているね、入金額の範囲でデビットカードを使ってクレジットカードと同じように買い物ができるっていう仕組みなんで、まあ結構ね、いろんなところで使える場面があるんじゃないかなと思うんですよ。特に銀行口座が何らかの状態で作れないよって方とかね、まあブラックですとかね、まあなんか債務整理をされた方の中でも、このみんなの銀行は試す価値があると思います。多分ね、みんなの銀行っていうのは、まあいろんな意味でこれからの銀行の新しいモデルなんじゃないかなと思うんですよ。そして、こっからですね、ちょっと皆さんにもメリットがある話なんですけども、このみんなの銀行ですけども、まあ、Google ストアとかね、それから App Store、こういったところでダウンロードしてスマホにアプリを搭載していただくんですけども、当然銀行の口座なんで、プロフィールを作る欄があるわけですよ。そこにですね、ずーっとこれ出てますけども、これ私の紹介コードなんですけどね、そのプロフィールを作るときに紹介コードを入れる欄があるんですよ。その紹介コードを入れる欄に、このプロフィール、紹介コードですか。こちらを入れていただくと、なんとね、あなたに1000円入った状態で、このアプリがスタートするんですよ。これ良くないですか？ね。だから1000円稼げるアプリなんですよ。で、今度はね、そうやってプロフィールを作ってみんなの銀行のアプリをスタートさせると、今度は、あなたの紹介コードが発行されるんですよ。ということでね、今度はあなたがこのみんなの銀行ってものを誰かに広めて、ぜひね、紹介コードを入れてもらっていただきたいんですよ。その時は私のではなくてあなたの紹介コードを入れてくださいね。そうすると何が起きるかっていうと、紹介コードを元に新しい方があなたの紹介でみんなの銀行のアプリを、まあ、使うようになると、その方にも当然1000円入るんですけども、今度はあなたにも1000円入るんですよ。つまり、紹介した人に1000円、紹介された人に1000円ってことで、1000円1000円入るんですよね。これで最大30万まで稼げますって話なんですよ。どうですか？銀行のアプリがなかなかね、銀行の口座がなかなかね、できない方ってのは結構横で繋がってる例がありますんで、このアプリだったら作れるよってことを教えてあげたら、最初から1000円入った状態で皆さん、アプリがスタートします。そしてあなたが10人に紹介すれば、1万円が銀行口座に入った状態でスタートできるんですよ。そしてね、100人に紹介したら10万円ですよ。最大300人に紹介して30万円ゲットできるわけですよ。インターネットのこの YouTube とかブログが作れる方はそういうところで紹介してもいいですよね。まあ Twitter でどんどん拡散してもいいと思います。ぜひね、上限30万まで稼いでいただきたいと思います。ちなみに私の場合はですね、どのぐらいになってるかと言いますと、ちょっとわかんないですけどね、こうやってみんなの銀行を立ち上げます。そうすると、ね、こう、フェイス認証があって、あ、ね、私ね、9月に入って、今、トータル9000円になったんですけども、ゆうべ1000円また入りました。で、誰かが口座を作ってくれたんですよね。だから合計で、今月は1万円になりました。ということでね、今月も平均、1000円ずつ毎日入ってくれてますね。だから今月、あれじゃないですか、2万とか3万になるんじゃないかなと思うんですよ。このままやっていけばね。で、私の場合は、7月も8月もこうやってやってましたんで、もうそろそろ上限の30万に行っちゃうんですよ。おそらく今月中に行くんじゃないかなと思ってます。30万、でかいですよね。誰も商品を買うことなく、誰も商品を売ることなく、みんなの銀行っていうね、本当に貴重な銀行アプリをスマホの中に搭載することによって、30万円狙えるとしたらどうですかね？良くないですか？ということで、本日はみんなの銀行のお話をさせていただきました。それでは、どんどん、みんなの銀行アプリ、広めちゃってください。みんなで、得していきましょう。そして、みんなの銀行のアプリね、いっぱい使っていきましょう。便利になると思いますよ。じゃあ、いってらっしゃい。